はい、どうも、ゆっきーです。今日は、人生初めてメロンクーヘンというものをね、発見いたしましたので買ってみました。メロンクーヘンフジパン。こちら、2チャンネルとかで、すごい話題になってた、菓子パンなんですけれど、まあ、とんでもなくでかい。ね。こんな感じ。ね。はい。ライターこれぐらいですから。枕ぐらいのデカさ。で、カロリーが1個あたり1277キロカロリー。で、値段が200円だったんですが、まあ、100円で、600キロカロリー以上取れるっていうことを考えるとかなり、まあ、コスパがいいんじゃないでしょうか。うん、で、ここにいろいろ書いてあるんですよ。うん。大人も子供もみんな大好きなメロンパン。フジパンのメロンパンへの気持ちが溢れすぎてこんなに大きくなってしまいました。今から15年以上前に誕生して、枕みたいだと社内でも話題になった。そんなメロンクーヘンのカロリーは1200キロカロリー超えの超大作。どう食べるかはあなた次第。例えば、ラブリーに飾り付けしたケーキを作ったり、スライスしてシェアしたり、一人でかぶりついたり、渦巻き状にぐるぐる巻きにされ、巻き込まれた、チョコクリームとしっとり、生地に、病みつきになること間違いなし。また一つまた一つと大きくても、何度も食べたくなるメロンクーヘンをいっぱいいっぱい詰まったフジパンからの愛とともにお召し上がりくださいませって書いてあります。で、この謎の、これ何だ？ホビット。木こりですかね。カットしてシェアもできるって書いてあるんですよ。で、ここにチョコクリームを、巻き込んだ大きなメロンパンです。で、裏が、またね、これ面白くて、お一人で被りつきたい時もあるって書いてある。で、ここになぜか、謎なのが、ここに、定規がこの部分、6センチまでの定規があるんですよ。あ、これあれか。ははーん。シェアするときにこの平等にするためのあれなんですかね。このメモリがついてて。で、ここに、ラスクにぴったり。シェアするのにぴったり。小腹の空いたときにぴったり。小腹空いたときにぴったりってお前。小腹空いてこれ1個全部食うやつなんて食えるやつなんて相撲取りぐらいだろ。というね。まあ。まあ、突っ込みましたけど。これ多分俺1人で絶対食えないですね。半分ぐらいだったらまあ食えるけど。多分飽きる。その前に食えるかもしんないけど、飽きるんで絶対 100% 飽きると思う。まあ俺メロンパン大好きですけどね。よし。それでは、いただきまーす。カステラっぽい。うん。うん。思ってたより、中が、結構、カステラみたいな感じ。うん。うん。うん。メロンパンはここの端のところが一番うまいから。うん。うん。メロンパンと、チョコクリーム、クロワッサン。チョコクロワッサンだ。うん。チョコクロワッサンだ。これ。中に、チョコレートの筋が入ってます。うん。うん。うん。これな、あれだ、あれかもしんない。もうそろそろ飽きてきた。三口目でもう飽きてきたな。うわぁ。うわぁ。
ものすごいあの口の、あの水分が持ってかれた。で、あの、思ったより、あの、チョコの入ってる部分が、あの、ものすごい薄い。うん。チョコクリームを巻き込んだって書いてあるんですけど、なんか、あの、俺が想像してたのとは全く違う。うん。チョコクリームって書いてあるから、あの、いわゆる、あの、クリームパン的なトローンとしたやつが出てくるのかなと思ったんですよ。なんだけど、あ、これクリームって呼べるのかっていうレベルですね、これ。あの、クロワッサンの、チョコクロワッサンのあの感じですよ。筋みたいな、一筋とか、まあ、何筋もあるけど。あれ、うん。もうこれはきついな。これきついな。これは。これ。やっぱあれだな。大人になると、あの、大人になるっていうか、30超えるとあれだね。あの、菓子パン買わないね。あの、カレーパンとか惣菜系のやつになってくるね。うん。特に男はね、多分、女性の人は甘いの好きだと思うんですけど、まあ別に俺も甘いの嫌いではないんだけど、どうしてもこれあれだな。なんか入っていかないね。うん。もう、やっぱおにぎりとかの方がいいって感じになるな。だから、これを、昼食とかにする、っていうのは、ちょっときちいな。うん。確かにでもカロリーはあるのは確かなんですよ。うん。うん、カロリーは、まあ、ある。うん、まあ、それはまあ、うん。だからこれはあれっすね。あの、登山とかの、特に持ってたらいいんじゃない？登山。あの、雪で、あの、冬の時とか、秋とか、遭難した時に、これ便利だと思いますよ。うん。まあ、登山の、まあ、普通の人だったら絶対遭難とか考えて、何かしら持っていくはずなんですよ。まあ、チョコレートだったりとか、まあ、カロリーメイトだったりとか、間違いなく持っていくはずなんですよ。うん。だからこれちょっとデカすぎて、あれかもわからない。うん。デカすぎて、枕として寝るぐらい、枕にして寝るぐらいしか使えないかもわからない。あ、これ牛乳ないと絶対食えないわ。うん。これ牛乳なかったらもう3口でもう、ギブアップ。うん。口の中の水分がカラッカラになってもう、ダメだね。うん。
これ多分二度と買わねえと思うわ。うん。申し訳ねえけど。これ二度と買わねえと思う。うん。いや別にまずくはねえんだけど、まあそれだったら200円出すんだったら、200円出すんだったら、カレーパンと、あれだな、惣菜パン系買うわ。うん、ダメ。無理。これはもう、ギブギブ。もうギブ、3分の1ぐらいギブ。3分の1とか4分の1ぐらいだけど、ギブギブ。ギブ。無理。もう口の中もう、あんまあまでお前、あれだぞ。上あまあまだぞ。うん。まあでもこれはあれでしょ。ネタとしてはいいんじゃない？ネタとして。うん。ネタとしては、でもぶっちゃけな話、これ売ってるとこ一回も見たことなかったの、31年間。人生で初めて見たよ、これ。びっくりしたもん。そもそも売ってるとこないんだって、これ、大体。マニアックすぎて。マニアックすぎて、誰も買わないから多分、そんな製造してねえと思う、これ。買うやついないんですよ、だから。女性とか多分買わねえんですよ、こんなん。100%。絶対食えねえから。だから、そうだな、買うとしたら、まあ家族の、ほら、何人家族とかで、まあ子供とかがいて、何人かいて、5人家族とかになって、それで5等分して食べるみたいな。そういう感じだったら、まあわかるんですけど。多分独身で買う人多分いないでしょうね。うん。まあでも、まあいい体験になりましたね、これは。うん。うん。うん、いい体験になった。ただ、これを、食べたことによって、フジパンが、普通山崎パンとかさ、まあ、メジャーじゃないですか。フジパンってあんま聞いたことないですか。フジパン、これどこの会社これ。名古屋市の会社です。あ、知らなかった。だからこのフジパン、株式会社が、そのメロンパンの、その、愛があるってことは分かったんで、それを加味して、加味して、まあ、二つ星ですね。それ加味しなかったら一つ星です。うん。二度と買いません。俺は。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。